まず1問目ですが、本日臨時国会の会期末を迎えました。幹事長の受け止めをお願いいたします。この臨時国会、厳しい局面が続きましたが、最終盤で補正予算成立をさせ、そして今日が最終日、この国会において最重要法案でありました救済法案も成立することができ、いい形で国会閉じることができた、こんなふうに思っています。ただ年末に向けましては防衛費の問題であったり予算編成、税制改正、さまざまな重要な課題処理をしていかなければなりません。しっかりとこれからも緊張感を持って臨んでいきたいと思います。2問目です。旧統一教会の救済新法、新法案がですね、各党の幹事長などともさまざま調整に当たられました。改めて振り返ってみてですね、成立の受け止め聞かせください。被害の救済、これは与野党の枠を超えた重要な課題でありまして、この被害救済再発防止の法案、与野党でできる限りですね、協力をして法案を早期に成立させたい、協力をお願いしたい、呼びかけてきましたが、議員の調整でですね、最終日に成立ということになりました。法案の策定過程においては実務者協議を行ったり、さらに私も官庁レベルの協議と、こういったことを重ねまして、最終的に野党の皆さんのご意見、配慮義務を加える、さらには実質上のですね、上限規制、これを設ける、できる限り野党の意見も反映したものになったと考えております。そして現行の法体系上最大限の措置規定を盛り込む、さらに実効性のある法律案にできたと思っております。法案が成立をしました。被害の救済に向け、これから全力で取り組みを進めていきたいと、こんなふうに考えています。